さあ、ライン試合はすいません、ちょっと聞いていいですか、はい、グローブってこれ8オンスですか。8オンスだと思います。8オンス、はい、ウィニングのグローブですか。 K って書いてあるんですけど、ウィニングのグローブです。ウィニングのグローブに、はい、で53がから下が6オンスで、6オンス、はい、あー、 OKOK、 ちょっとなんかちっちゃく細く見えたから、うん、じゃあ次の試合とかが6オンス、自分は55なんで8オンスなんですけど、この試合は多分6オンスだと思います。あ、6オンスね、はい、バンタム系なんで。オッケーオッケーオッケー。さあ第2試合はフラッシュバンタム級、赤コーナーが坂本樹希、そして青コーナーが鈴木タイソンです。さあ石川さん、前回この坂本樹希は今年1月林雄也に判定負けだったんですよね。はい、そうですね。これ本当に今セコンドについてるね、横山選手、スーパーフェザー級チャンピオン横山選手のですね、はい、倒し方を覚えてしまえばね、このパンチがどんどん開花するファイターだなと思ってる。まず一つのきっかけが欲しいなって思いながらいつもね僕は見てますね。パンチが非常にね上手でアグレッシブな、前回の情けない試合をして負けてしまったので、今回派手な試合をしたいということで、はい、かなり走り込んだそうですね。ああ、そうですか、もうね、ファイターはもうリング上でけじめ取るしかないですからね、それをまあこのリングで表明してほしいですよね。さあ、そして戦う青コーナーの鈴木タイソンです。もう鈴木選手はこのバンタム級にしては171センチとして長身なんですね、はい、あとこれまでねキャリーを重ねてきたビッグバンっていうのはねキックボクシングルールの団体なので、首掴んでの膝蹴りがありだったんですよね。でこのクラッシュ K1 ルール初めてなので、このね掴んでっていうのが禁止になるルールなので、その対応がどこまでできてるかなっていうのは一つ僕はポイントとして見てます。まあ、坂本選手はサウスポー、そして鈴木タイソンがオーソドックススタイルですよね。そうですね、蹴りは早いんですね。こんな風に早く蹴れるもんなの、走って。早いね。かなり早いですよね、本当にね。早い。いや。さあ、前に出ました。本当に走ってますね。蹴りが早いですね。まあ、この鈴木タイソン青コーナーは7ヶ月ぶりの復帰戦ということだったんですね。まあ、ずっと出たかった舞台での再出発、最高ですというふうに SNS ではコメントしていました。蹴りが走ってるっていう表現はどういう意味ですか。戻しが速いとか、綺麗に自分の距離感から、いいタイミングで出せてるってところですよね。速いっていうのもやっぱり入りますか。そうですね、はい、ただパンチのキレがあるみたいなものですか。そうですね、はい、綺麗に戻せてるとね、ちゃんといい軸でいい距離感で蹴れてるから蹴りが走るっていう表現ですね。その青コーナーの鈴木タイソン、石川さんがあったように走っているということです。そうするとなかなかこの赤コーナーの坂本としてはなかなか入り込めませんよね、こういう蹴りを。そうですね、だこの、逆にそのミドルキック来るのを待つしかないんです。待つことによってその覚悟を持ってしっかり受ける、もしくはさばいて、そこから自分のパンチを強く攻めていく、この蹴りの、選手対パンチャーの鉄則というか、戦い方としてですね。ちょっと下腹部に入りましたね。どうしてもサウスポーとオーソドックスのスタイルの場合ですとこういうことがありますからね。そうですね。キックボクシングでもサウスポー対オーソドックスの場合にはやっぱり外を取ってっていうのはこれはもうセオリー。セオリーは外だと思いますね。外、そのちょっと前説明を受けたのが、ただインドを蹴れるから、まあ中からでも結構攻める手段は結構あるよっていうのは。そうなんですけど、でもやっぱもらいやすくなりますよ ね、後ろの手は、移動が入りました。ここで第1ラウンド終了です。ボクシングでも海外だとかって内側から入る選手も多いですよね。そうですね、でもやっぱりセオリーは外、やっぱそうですよね、その外を取れないのに中からばっか来てる選手はやっぱり弱いよね。確かに。メイウェイさんはなんかもう問答無用になんかやったりするけど、やっぱベースは外、そうですよね。さあ石川さん、第1ラウンドが終了しました、はい、この1ラウンドはやはり鈴木泰史の訓練でしたかね。そうですね、立ち上がり僕その、ね、さっきも言ったように鈴木選手がこの K1 ルールクラッシュルール初めてなので、どこまでこの対応できるかなと思ったら、もう素晴らしいですね。ちゃんと蹴りをベースにして、掴みに行くような、どうしても癖についちゃったりするんですよ。僕も実は昔ボクシングスタイルが得意だったので、どうしても相手が来ると掴んでしまう、
こから崩して膝蹴りを入れてしまうっていう流れでキックボクシングを覚えたので、だからね、K1 ルール、クラッシュルールの時にすごい戸惑ったんですけど、でもそういう呪縛が全くなく、鈴木選手は、K1 ルールにちゃんと伸び伸びと蹴りをベースに戦えているなという印象です。ちゃんと対応しているというところですね、さあ第2ラウンドです。ナオキック先輩、これは、掴んで膝蹴りとかはダメなんですか？そうなんです。もう相手の攻撃、試合がの流れが止まるっていうことを、K1 ルールで今一切禁止してるんですよ。例えばライズとかだったらワンキャッチ、ワンアタックは OK だとか、一発までは掴んで OK だよっていう、一発までだったら正直流れは止まらないと思うんですよ、だけどその K1 ルールとしても徹底して相手の攻撃を掴むイコール一時停止をしてしまうっていうことを、ルールとして決めてるんですね、それがね、結構グローバルスタンダードになってる世界的にも、ワンキャッチワンルールのが、今世界には多いのかなって気がしますね。見ていてアクションがやっぱり、なんだろう、アクションみたいな感じのエキサイティングだなっていうのは分かるんですけど、だこの辺はね、もしかしたらこれからちょっと西館長もまたアドバイザーとして戻ってきたし、ちょっとずつそのルール改正はされる可能性はあるのかなっていうふうに今見てますね。さあ第2ラウンド、反対にじゃあムエタイの選手とかはでも このルールだとちょっと苦手だったりするんじゃないですか？そうですね、だから K1 ルール の, 皆さんも、海外選手、特に海外人見るときは K1 ルールに向いてるか向いてないか、っていうのを読んでちゃんと選んで招聘しますよね、例えばもうね、ムエタイルールでもう何階級制覇って言ったら、クリズモーデン何階級制覇してると呼んでも、全くね、この土壌が違う、さあ、第2ラウンド、でも今の鈴木選手、ああいうインサイドは駆け引き良かったですね。そうですね、離れ際のこういう首相撲じゃないけど離れる際ですよね、あそこで相手のスタミナを奪うっていう、両手で体を上から押し込むっていうのも、非常にああいうのはいいインサイドワークだと思いますね。さあ残り時間1分となりました。第2ラウンド、坂本ロー、すごい初歩的なこと聞いてもいいですか、さっき蹴ってダウンしたじゃん。そう、今これはカウンターですね。そうです、ちょうどフラッシュダウンだと思うんですけど、ちょうどミドルキックで片足になったところ、ストレートが正面で当たって尻もついたところをダウンとしてジャッジされた。これはそうですよね、はい、そうバレネもさっき質問したのは、そう、さっきの、ローキックで、あれはダウンなんですか？あれバランスが崩れたっていうところで、レフェリーが判断する。ただ、レフェリーも、人間なんで、あれがダウンとして見えてしまった場合はダウンとして宣告される場合もある。はいはい、でも最近の、K1 ルールはすぐこの、インスタントリプレイって言って、この終わった後にすぐにセコンド側が、レフェリーに抗議をして、そこでリプレイを流して、あれのダウンはダウンじゃなかったというふうにすぐその場でリセットされることも多くなります。それは非常にフェアでいいなと思います。例えば今のラウンドであれば、この青コーナーの鈴木選手、10対8、10対8だと思います、はい、さあ第2ラウンド終了しました。この第2ラウンドは石川さんダウンを配ったので坂本が取り返したという形ですか？そうですね、はい、この後ダウンを取ったもう最初なんでね、もう KO を逆に奪い返し、ダウンを奪い返してダウン以上のことをするしかないですね、はい、リアム選手はどうでしょうか、この第2ラウンドの印象というのは。ダウンはその蹴り足で片足だったこのタイミングだったと思うんですけど、はい、でもそのサウスポーの坂本選手がちょっとうまく戦っているのかなと思います、ね、ちょっとカットしてますよね。カットしてますね、はい、さっきのダウンのパンチですか？右フック、位置的には右フックなんですかね。さあファイナルラウンド、ちょっとここでストップですね、場所的にちょっとそうですね、鈴木選手のチェックが必要な場所ですよ、このぐらいの量だったら即ストップはなさそうだとは思うんですけど、ここでドクターチェックが入ります。左の下あたりでしょうかね、ちょっと横に開いてますね。これがどのぐらいの深さにかっていうところによってね、血が止まるか止まらないかだったりとか、
もしここでストップした場合はこの第1ラウンド、ね、第2ラウンドのいやじゃあこれも TKO 勝利ですね、 TKO 勝利ですね、はい、パンチでの有効な攻撃でのバッティングではないので、はい、確かにキックバックボクシングの場合バッティングだった場合って、うん、どこからが判定基準なんですか。1ラウンドまで成立していれば、それまでのジャッジ判定 で1ラウンドが終わってなければドロー。そうですね、うん、確かボクシングは5ラウンドなんですよね、うんうん、ノーコンテストか。そうそう、あ、そうです、多分ドローじゃなくて終わってなかったらノーコンテスト。ノーコンテスト、あ、そうか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 、いい勝負のようですね。試合再開になります。先ほど第2ラウンドで坂本選手がダウンを奪いました。おっと前に行った。いや鈴木選手、分かってますね、もうこれ倒しに行ってますよね。行ってますね、前に前に行ってます。逆にこうなると坂本選手も上等なんですよね。これ望むところなんで、坂本選手こういう、近距離での打ち合いが、アグレッシブな打ち合いが得意なんで。さあ見る、ここで、はい、これはブレイクですね。から3ラウンド盛り上がると思いますよ、はい。さあ赤が先ほどダウンを奪った坂本樹希、青コーナーが鈴木泰成、K1 初参戦です。そうですね、ただ鈴木選手がどういうふうに倒しに行くかなんですよね。決してパンチャーではないので、はい、で蹴りだったり膝だったりで倒しに行くかというこの青コーナーの鈴木泰成がよく坂本の動きを見てますね、はい、いいプレッシャーかけながら、はい。さあ、ニュートラルコーナーを背中に背負っている坂本、その前に来ました。これワンツー、さあ、ローキック坂本選手は、ね、この、鈴木選手が入ってきてくれるこの距離感は得意なはずなので、そんなに下がらされてるって感じじゃないですよね。しっかりと、自分のパンチを当てるところをうまく測ってますから、自分の距離を保っているという感じですか。そうですね、そうすると、はい、うん、でも1ラウンド、はい、でもダウンを取ってしまうと、うん、もう相手は絶対ぐらい出ないと、だって最低もうドローになっちゃうんですよね。そうですね、K1 ドルは3ラウンドなんで、うん、そうなんですよね。さあ残り時間、そうだからこそこの、ね、鈴木選手がどの技で、はい、KO を狙いにいくか、ダウンを狙いにいくかってところですよね。さあここから、さあ鈴木が前に出ます。私石川さんが言うようにこの距離というのは坂本は嫌いな距離じゃないということですからね。そうですね、はい。さあ残り時間40秒、ミドルが決まった。今いい左ミドル決まりましたね。今ね、左のミドルが、はい、なんとか耐えました。鈴木泰成に注意が与えられました。残り時間30秒を切っています。今いいタイミングでしたね。もうちょっとだけ捉えましたね、鈴木選手の右ストレート。さあ鈴木は前に出ますが、なかなかこう坂本を捉えきれていません。残り時間10秒。すいません、見てるとね、はい、鈴木選手の方が早いけど坂本選手の方がなんかこう当ててるたりしてる位置、蹴りにしてもすごくいいなって思うんですけど、やっぱりそういう、そうですね、そう、うん、やっぱりこの鈴木選手はパンチャーじゃないからプレッシャーかけるんだけど、はい、この蹴りだったり膝だったりからそこにその後の攻撃終わりの際に、うん、坂本選手のパンチがうまくフィットしてるのがバレにいいように映ったのかなっていう。ジャッジ三浦30対28、赤坂本、ジャッジ金子が30対28、赤坂本、ジャッジ金子30対28、赤坂本、以上判定3対0、勝者坂本樹希。でも30対28ってことなんですよ、はい、残りの2ラウンドはドローだったってことですってことになりますね。3ラウンド目はそうですね、鈴木選手がプレッシャーもかけながら、はいはい、攻撃をいっぱいしていったから、もちろん坂本選手のパンチも出てはいたけど、はいはい、お互いのその攻撃アグレッシブが相殺されたジャッジだったってことですね。あ、さあ第2試合クラッシュバンタム級、赤コーナーの坂本樹希が3対0判定勝利。この試合のテーマを KO ということだったんですが、それは次の試合に持ち越しとなりましたね、はい、このね、まあ、今日ねしっかり坂本選手このパンチでの打ち合いが好きだってことを証明してくれましたからね。これまた次の試合、よりこのスリリングな、
パンチャーになってくると期待できますね。